そこに到着すると、すでに愛理が来ていた。リクさん、早かったね。そりゃ、それなりに急いできたからな。本当に、それなり？もっとのんびりと歩いてきたように見えたか？シナの言う通り、リクさんは素直じゃない。ほんの少しだけ呆れたような、とても小さい微笑みを浮かべると、愛理は視線をどこかへと向ける。きっとその先に、シノのいる病院があるのだろう。それじゃあ、案内する。ついてきて。ん、おう。早足で歩き始める愛理の背中に、俺はついていく。そしてたどり着いたのは、それなりに大きな規模を持つ病院だった。シノの病室は、こっち。建物の中に入り、わずかに歩調を緩めながらも、愛理は足を止めることなく病室を目指す。そんな彼女の後に続きながら、俺は一つの疑問を口にする。愛理、ここって一般的な病院か？ごめん。質問の意図がちょっと汲み取れない。すまん。まず、愛理はシノの病気のことは知ってるのか？かなり早い段階から教えてもらっていた。それなら聞くが、ここはいわゆるがんの専門治療とかをしている病院なのか？専門ではないけど、治療の幅は広い。私も前に骨折した時はここに通ってた。なら、どうしてここに入院するんだ？がんという病に侵された患者は、専用の設備がある病院に入院し治療すると聞いたことがある。なのになぜシノはここに入院しているのだろうか。緊急搬送されたからこその一時的な入院か、あるいは専門でないにしろ治療できる設備が整っているのか。私、詳しいことはわからない。そうか、変なこと聞いて悪かったな。小さなうなずきを最後に、アイリーは俺から目をそらし、病室を目指してまっすぐに歩く。あえて黙そうとしているかのような気配が漂う背中に声をかけられず、俺も口を開かぬまま足を動かした。レンさんが入院していたのも専門の場所ではなく、一般病院だったという事実を思い出しながら。ここ、この部屋。案内ありがとな。病室の前で立ち止まった俺は、そこに入院する患者の名前が書かれたプレートを見る。記してあるのは泉志乃の名前のみ。個室だ。入ってあげて。多分びっくりする。どうぞ。愛理に促されるような形でノックをすると、どこかゆったりとした小姉が帰ってくる。極端に弱っている様子は伺えない。しかし、これは単なる演技なのかもしれない。病室の中では苦しそうな顔をしながら、無理に今の声を出したのかも。そんな懸念を覚え、唾を飲み込みながら、俺は扉をスライドさせる。リクさん？よ。久しぶり。うわぁ、どうしたの？面会できるようになったって誰に聞いたの？私が教えた。すっと病室の中に入ってきた愛理がベッドの傍らに立つ。シノ、リクさんに会いたいって言ってたからお越しいただいた。仕事してるかもって思って連絡するの我慢してたのに。唇を尖らせるシノだったが、その目は M ように細められていた。まあ、思っていたより元気そうで何よりだ。彼女の様子を見てちょっと脱力する。まあ、とりあえず来てくれてありがとう、リクさん。本当はもう少し落ち着いてから連絡するつもりだったんだけど、会いたかったから嬉しいよ。あ、そう言ってくれると嬉しいな。アイリも
呼んできてくれてありがとね。うん。でも、もちろんただじゃない。対価は払ってもらう。え、アイリの独断の行動だったのに。それはちょっと理不尽じゃないかな。でも、リクさんに会えたでしょ。それは、まあ、そうですけれども。そういうわけだから、私の言うことを一つ聞いてもらう。一方的に叶えて対価を要求するって、ほとんど当たり屋だ。しょうがないな。リクさん連れてきてもらったし、聞くだけ聞くよ。それじゃあ、この婚姻届にサインをしてほしい。それは対価として釣り合わないよ。っていうか、このってどこにあるんだよ。エア婚姻届。これを使えばエア結婚ができる。それってただの妄想でしょ。それだとちょっと世間受けが悪い。もっとスタイリッシュな言い方が好ましいと思った。エアって言っておくとかっこいいってこと。うん。エア三点倒立とか。なぜそんな行為をチョイスした。っていうか、エア三点倒立って何するの。やっているうちに宙に浮かぶ。エアの意味が変化してるぞ。物事が常に同じ形状であるとは限らない。万物は流転し、止めどなく流れ移ろいゆく。何そのちょっとかっこいい言い回し。というか、この状況でそのセリフを口にする必要性がよくわからん。で、私が聞くべきアイリの言うことって結局何なの。実は何も考えてなかった。次に来る時までにはすごくエロいのを考えておく。なんでエロいことさせようとしてんの。それはシノが私のリビドーを刺激させてやまないから。そっちが勝手に刺激されてるだけじゃん。これ以上ムラムラしたら、リクさんの前でも構わずにシノを襲ってしまうかもしれない。だからそうなる前に帰る。アイリはシノのベッドに背中を向けると、入り口の方まで歩いていく。もっとゆっくりしていってもいいのに。いやらしいことさえしなければ。練習がある。それに二人で話したいこともあるでしょ。そう言ってアイリが浮かべるのは、やはりシノと同い年とは思えない微笑みだった。親友からのそれにシノも同じく頬を緩ませる。ありがとうアイリ、練習頑張って。うん、明日も来るから。待ってる。待ってて。じゃあね、シノ。リクさんも。お、ここのことを教えてくれてありがとな。アイリはこちらに向かって小さく手を振りながら病室の外へと消える。それを見送り、再びシノに目をやると、帰ってきたのは申し訳なさそうな苦笑だった。改めて来てくれてありがとう、リクさん。あ、時間あったからな。仕事は？なもん、シノが心配で手につかなかった。そんなに私のことを気にかけてくれたわけですか。冗談だと思ってるような口調だな。え、違うの？結構真面目に心配してたんだぞ。本当？こんな小娘のことを？その通りなのだ。彼女はあくまでも立ち寄った土地で最初に出会っただけの女の子。それ以外に特別な関係があるわけではない。言ってしまえば、これほど気をかける必要なんてどこにもない。それなのに彼女のことを心配してしまったのは、きっと俺の中にいるあの人と重なっているからだ。嬉しいんだけどさ、ちょっと不思議。不思議？だってまだ知り合って1ヶ月と少しでしょ。それなのに仕事も手につかないほど心配してくれたの？シノだって同じだろ。同じ？
どの辺が？俺に連絡するつもりだったって愛理から聞いた。なんでしようと思ったんだ？わかんない。真剣に考えるような素振りも見せず、ひどく軽い調子でシノは答えた。あまりにもあっさりと返されて拍子抜けする俺に、のんびりと笑いかけてくる。なんでかわかんないんだけど、なんとなくリクさんにも教えなきゃって思ったんだよね。なんとなく。そう、なんとなく。ごめんね、こんなアバウトな理由で。っていうか、理由にすらなってないよね。それは別にいいよ。まあともかく少し安心できた。もうちょっと弱ってるかと思ったでしょう。正直な、ヒヤヒヤしながら愛理の後をついてきたんだ。そう思うのもしょうがないかな。病気のこと話した次の日に倒れちゃったから、ちょっとタイミングが悪すぎちゃったね。あらかじめ篠から病気のことを話を聞いていなかったら、ここまで心配になることはなかったのか。もしもの未来を考えた俺に、篠は柔らかく笑いかけてくる。じゃあ心配かけたお詫びにリンゴを剥いてあげる。リンゴ？篠が目を動かし、それが示す先を俺もたどった。そこには篠の大好物である赤い果物が山と積まれている。ずいぶん多いな。でしょ？お詫びって言ったけど、食べきれないから手伝ってほしいっていうのが本音。そういうことなら協力するぞ。あ、どれ、早速一つ剥くか。あ、剥くのは私がやるよ。リクさんは待ってて。シノは近くの引き出しからフルーツナイフを取り出した。反対の手でリンゴを一つ持つ。慣れた手つきでくるくるとリンゴを回しながら皮を剥いていった。細く剥かれた赤い皮が緩い螺旋を描きながら伸びていく。上手だな、皮剥き。慣れてるからね。基本的に自分で剥いて自分で食べるから。丸裸になったリンゴをシノはサクサクと切り分け、皿に並べていった。サイズはすべて均等で、大きなばらつきが見られない。言葉通り慣れているのだろう。料理得意なのか？料理はさっぱりなんだよね。私はあくまでリンゴだけ。なんだ、家庭的だと思ったらそうでもないんだな。リクさん、家庭的な女の子の方が好み？それが全てとは言わないが、魅力を感じる部分ではあるかもしれない。そっか。じゃあちょっとだけ家庭的っぽいところをアピールしちゃおうかな。そう言うとシノはもう一つリンゴを掴んだ。今度は皮を剥かないまま、身にナイフを入れ切り分けていく。手を加えられた皮付きの一辺は先ほどのものとは違う形になり、皿の上へと置かれた。はい、ウサギさん。おお、なんか久しぶりに見たな。小さい頃、母親がよくこの形のリンゴを弁当に入れてくれた。皮付きだからあまり食べやすくはなかったが、弁当の蓋を開けてこれが出てきた時はなんとなく嬉しかったな。で、これは家庭的なのか？なんかいいお母さんって感じしない？これができると。子供を喜ばせることはできるかもな。そうでしょう。まあ子供が産めない私には無駄な特技なんだけどさ。産めない？どういうことだ？ああ、作れないわけじゃないよ。妊娠する前に死んじゃうんじゃないかってこと。本来なら相当の重さを持つべき言葉なのに、シノが紡いだ声はひどく気軽な響きで俺の耳へと届いた。あっけらかんとした雰囲気の奥底に沈んでいるのは、虚しさと呼ぶべきであろう密度の薄い感情。リクさんには教えたよね、あと3ヶ月って言われたって。その期間で妊娠して赤ちゃん産むなんて誰にだって無理でしょ。なんであと3ヶ月ってことを前提にして話すんだ、お前は。なんとなくわかるんだもん。
もう私、長くないってね。なんでそんなこと言うんだ。私だって言いたくないよ。でも、ぐっと現実味が増したと思わない？こうして倒れちゃうとさ。現実味って…って、何言ってるんだろうね、私。今までの会話をすべてリセットするかのように、シノは表情を切り替えた。こんな病室には不釣り合いなほど明るい笑顔を浮かべられ、こちらの方が戸惑ってしまう。ごめんね、リクさん。せっかくお見舞いに来てもらったのに、変なこと言って。しょうがない。入院したら少しはネガティブにもなるだろうしな。でも、前向きにならなきゃダメだぞ。そうだね。病は気からって言うもんね。のんびりと言いながら、シノは剥いたリンゴの方に目をやる。その動きは、まるで今までの会話から、そしてそれがたどり着くであろう結論から視線をそらしているかのように思えた。とりあえず重たい話はこれでおしまいにして、リンゴを食べよう。放っておくと茶色くなっちゃうよ。あ、そうだな。いただくよ。どうぞどうぞ。はい、フォーク。俺はシノが差し出してくれたフォークでウサギのリンゴを口まで運んだ。シノが剥いた2個分のリンゴは、ほとんどが俺の腹の中に収まった。好物だと宣言していたはずの剥いた本人は、2かけらほどしか口にしなかった。リンゴを食べ終えた俺たちは、たわいのない雑談に興じていた。話しているうちに時間を忘れ、ふと窓の外を見ると、いつの間にか夕日が差し込んでいた。時間を確認してみれば、ここに入室してから相当経過している。いつの間にこんな時間に。そうだね。ついさっき来てくれたばっかりだと思ってたら結構経ってたよ。全く気づかなかった。それだけシノとの会話に集中していたのだろうか、俺は。ただシノの学園での生活についてお聞き、お返しに今までの旅の話をしていただけなのに。ちょっと長く居座りすぎだな。そろそろおいとまするよ。うん、ありがとね、リクさん。こんなに長い時間私の相手してくれて。あ、シノさえよければいつでも相手になる。本当？じゃあこれからもたまに来てくれる？毎日でもいいぞ。で、それはシノの方が困るか。困りはしないけど、さすがに悪いと思っちゃうかな。仕事も人助けもしない暇な時間があったらでいいよ。わかった。適当に時間見つけて、また来る。答えつつ、俺は椅子から立ち上がり、扉の方へと向かった。取っ手に触れる前に、シノの方を振り返り、笑いかけてみせる。リンゴ、ごちそうさま。ありがとな。ああ、俺慣れしてないんだったな。まさか入院中に言われるとは思ってなかったよ。すごいくすぐたい。小さく身をゆするシノに、俺は無理やり苦笑いを作ってみせる。どこかコミカルな反応を見せる彼女がもうすぐ死ぬだなんて、どうしても信じられなかった。じゃあまたな、シノ。うん、じゃあね、リクさん。小さく手を振るシノの笑顔を目に映すと、俺は病室を後にした。